人気アイドルグループ、桜坂46の竹本結衣さんが9月29日、神宮で行われたヤクルト巨人戦で始球式を行った。まさかの大暴投が話題を呼んだが、SNS 上では、投げ方、でも大バズり。に過ぎてて笑った、売り二つ過ぎて笑う W と反響を呼んでいる。この日は事前告知なしのサプライズ登板、山田哲人内野氏の背番号、1、 のユニフォームに黒いパンツ姿で登場して場内は騒然とした。足を蹴り上げる豪快なフォームを披露したものの、結果はまさかの地面に思い切り叩きつける大失敗に。ボールは一塁側にコロコロ転がる大暴投となり、場内は再びどよめいた。竹本さんは思わずしゃがみ込み、あちゃー、と赤面。それでも、最後はスタンドに手を振りながらマウンドを後にした。 公式ブログでは、いやあ、本当に最高にはず、いやいや、最高に楽しかったです。わらと複雑な感情をとろしたが、いつかプロ野球の始球式がしたいという夢を叶えていただきましたと笑顔を見せた。ただ、衝撃の大冒頭以上に、X、旧ツイッター、では竹本さんの、投球フォーム、が話題に、ヤクルトや巨人などで活躍し、 最多賞2回のセス・グライシンガーと比較した投稿が、いいね1万5000以上 &100 万件以上のインプレッションと大バズりした1日22時時点。直角気味の腕の角度、胸の開きも似ており、思った以上にグライシンガーやった、むしろグライシンガーが女の子投げ説。といった声や、グライシンガー懐かしすぎるわら、懐かしすぎてわろたと解雇するファンも続出した。